みほとけチャンネル。はい、どうもみほとけです。ナム。そしてゲストの方です。はい、シュ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 ンです。台湾出身シュンです。お願いします。イエーイ、シュアンさんです。イエーイ。はい、ご紹介すると、シュアンさんも YouTube をやってらっしゃって、台湾出身ということで、はい、台湾の情報とか、はい、いろんな日本の文化との違いとかを発信しているシュアンさんで、私がもともとアイドルをやっていた時からの交流があります。そうですね、懐かしい。元アイドルなんですよね。、はい、ということで今日はそんなシュアンさんを招きして何がしたいかというと、乃木坂46トーク。イエーイ。まあ、私は乃木坂46の元メンバー白石麻衣さんのモノマネを、はい、たまにねそうやらせていただくんですけど、こっちかな。何？人のチャンネルだからごめんなさい。シュアンさんもかなり乃木坂さんとは縁が深いそうで。そうですね、本当に2018年くらいで、あのビリビリンコっていう、そのネット番組、松村さゆりさんがメイン MC で、で私が通訳 MC でやらせていただいて、結構ね、でそれからなんか通訳なんかしたり、結構一緒に仕事させていただきますね。海外で活躍されてる時の乃木坂46さんのこととか、あと日本でのその違いとかをちょっと話していきたいなと思います。ぜひぜひ。日本だとたくさんみんな人気ですけど、最近だと4期生が人気なんですよね。確かに、可愛いよね。可愛い。4期生だけで M ステ出たりとか、あと番組やったりとかね。おばちゃん2人がさ、カラオケ行ってるんじゃないんですよ。ごめんなさい、はい、もう可愛いもんね。そうそうそう、4期生人気はちょっと熱い。まあもちろん、皆さん人気ですけど、最近ちょっとそういうな波というか、そうですね、ムーブメントがね起きてるんですけど、それは海外も一緒なんですか？そうですね、もうあの柿原佳さんとか、あの遠藤さくらさんとか、もう本当に人気ですね。そうなんですね。新世代みたいな若手っていうのも、もうすでに海外の人を発見している、そうですね、みんな可愛い可愛いって言ってるね。特にこの子一番人気だなみたいないるんですか？なんだろう、でも私の認知はやっぱり、カッキーちゃんがすごいな。へえ、やっぱり顔も可愛いし、なんか私もすごい好きで、なんかちょっと不思議っていうか、なんか元気な子だから、特にそのウェイボーとか流行ってるじゃないですか。その中でこの子出たらめっちゃバズるみたいなのってあるんですか？ああ、それはやっぱり斉藤飛鳥さんね。やっぱり。もう本当に前はあのウェイボーっていうのアワードはあったんだけど。日光の賞、なんかグループと個人賞を取ったりしてとか、前はあの飛鳥ちゃんの CM あったんだけど、なんか雪が降って、タウンワークかな、なんか雪が降って、なんかこういう仕草のすごいウェイボーでバズったっていう、9億再生回数という話がやばいよね。ちょっと規模が違う。全然違うよね。すごいですね。9億再生あったりして、とんでもないですね。もう本当に、ドウインっていうのは TikTok もそうですし、飛鳥さん出たらもういいねとかいっぱいあるね。斉藤飛鳥さんのもうキングっぷりがあるんですね。すごいですね、本当に。結構シュアンさんが個人的にお仕事する回数が多いのはやっぱりさゆりんごさん。そうですね、さゆりんごさんレギュラーでは行ってないけど、結構ちょいちょい通訳したので、通訳 MC したので、一番、まあその例えば上海のイベントとか含めたら一番仕事をあのさせていただくね。どうなんですか、やっぱり裏でもあんな可愛いんですか？可愛い。なんか一番びっくりしたのは、やっぱりそのなんだろう、一緒に仕事すると上海とかあの一緒に食事するのね、なんかね可愛いの。なんかご飯食べる時、例えばなんか普通に食べてるじゃん。普通に食べます、普通に食べて美味しいっていう。さゆりんごさんはなんか、あ、声出すの可愛い。可愛い。あ、美味しいみたいな。可愛い。可愛い。びっ
っくりした、え、何の音最初思ったんだけど何の音じゃない、何のあれ確かにねでも、うん、見たら、あ、可愛いなって癒されるなって、いや本当にサイレカさんもなんか、うん、食べ物大好きだから、うん、なんか美味しいみたいな顔見たら、うん、本当に生で、うん、ごめんなさい、生で見させていただいて、いや本当よ、あえ、曲で言うと何が流行ったとかあるんですか、どうなんだろう、もう自分的にはやっぱりインフルエンサーかな、あー、まあ、日本でもね大流行します、ブン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 、あ、すごい、そうか、歌える、あ、やっぱそうなんですね、うん、そのアウト・オブ・ザ・ブルーとか4期生楽曲が日本では流行ります、はい、流行ってますけど、 IC とか、はい、それはまだたどり着いてない、いやでも多分日本の流行りのもの一緒くらいだと思う、うん、そう、やっぱりそのネットが関係がすごいから、うんうんうん、すぐ分かるよね、流行何流行ってるかもすごい分かってるよね、うん、ファンの方々とかこうやってて、うん、なんか違いってあります、日本のファンと海外のファンの、あー、なんだろう、うん、コンサートだとなんかその海外のファンの声、うん、コール、今はちょっとできないけど、うん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 、前あの、まあ、台北アリーナやった時とか、うん、まあ、上海のベンズアリーナやった時もなんか声がすごい日本より大きいのは聞いてた、へえ、うん、みんな腹から声出すんです、そう、応援とかうーんみたいな、え、日本もだいぶ大きいですよまあそうだね、うん、結構、うん、みんな応援してる中にいると、うん、アイドルたちの声はもちろん聞くけど、感想になったらもう感想の曲聞こえないぐらい叫ぶぐらいは日本でもありますけど、もっと大きいってこと、もっと大きい、あと鼻花がすごい、花がすごい、どういうこと、あのコンサートとかよく花がもらうじゃん、まあ、あのやりますね、もう本当になんか壁一面の絵みたいな、うん、そういう花がもらえるらしいよ、すごい、そうなの、え、だって日本が花出すってあんまこうファンの人たちが出すって言っても、うん、こうスタンドフラワー、そう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 、そういうくらいだよね、ぐらいじゃないですか、そう、あれも結構でかいけど、そうじゃないの、もう規模じゃない、もう上海でも一面壁の、うん、そういうのすごいですよ、すごっ、大歓迎ですね、握手会とかよくあると思うんだけど、うんうんうん、外国出身の人がもうかきしめてる、あ、うんうん、いっぱい買って、いっぱい喋りたいとかよくあるよね、熱量がちょっと日本より高いのかもしれないですね、うん、すごいですね、面白い、うん、シュアンさん個人的にこうやってて楽しい瞬間ってあるんですか、通訳の仕事、乃木坂関係の仕事やってて、まあでもやっぱりその近くで乃木坂さんやっぱりすごいトップだし、あんまりなんか届けないっていうちょっとイメージあるじゃないですか、でもやっぱり一緒に仕事するとやっぱり一人一人メンバーが優しいなっていう感じ、ああ、やっぱりそうなんですね、例えばその一緒にビリビリリンゴやった時にチアダンスっていうのは一緒にあのちょっとアニメのチアダンスやってたんだけど、その時私が、あ、乃木坂一緒になんか踊れてよかったなみたいな、でもメンバーさやりんごさんとかも、はい、全然そういうじゃない、すごい謙虚なの、へえ、もう想像できないよね、うん、あと一回北京かな、北京イベントやった時に私が通訳 MC、 もう本当に初めてだよ、うん、初めての通訳 MC だし、すごい緊張してる時、うんうんうん、もうバタ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 して、うん、であの後ろのなんかボタンが閉めるの忘れちゃって、うん、秋元真夏さんがそれを気づいて自分で締めてくれたの、優しい、もうびっくりして、うん、みたいな、そう、面倒見いいというか、そう、なんか初めて会う方の服ってなかなか触れないじゃないですか、あ、まあそうだね、うん、でもそれは緊張してるなっていうのを分かって、うん、しかもこれから一緒に番組やる、そう、まあ、その共演者というかね、仲間だからって言ってこうやってくれたみたいな、そうそうそう、びっくりした、気が利く、ドキッとしますね、そう、え、いいのみたいなやっぱな、可愛い歌が上手い、ダンスが上手だけじゃないんですね、そう、人間性だよね、やっぱり謙虚だし、うん、すごい、いやだからこう日本だけじゃなく海外でもどんどん活躍されてるし、うん、ね、応援したくなるよね、うん、うん、いやすごいな、なんかシュアンさんがそこでこうずっと長く通訳やってるのも、うん、シュアンさんがその何ていうのかな、多分アイドルやってたっていうのもあって、うん、で日本の暮らしも長いから、この言葉の意味っていうのをちゃんと分かるというか、その彼女たちが言いたいことっていうのを、うん、直訳するんじゃなくてちゃんとね、うんうん、分かりやすく表現で通訳っていうのが、あ、そうだね、できるのがシュアンさんだからなんじゃないかなって思います。いやでも、うん、本当にあの海外の方が、うん、
まあ、例えば毎回の工事中とかあるじゃない、うんうんうん、もう本当に早いからもう毎週見ないとぐらい、うん、ああそうなんですね。そう、あとたまにもね、あの日本に住んでるから中国語下手くそとかよくやるから、うん、そうなんだたまに週になっちゃうけど下手くそごめんなさいみたいな勉強しないと。そう、結構あの、うん、なんだろう、落ち込んだ時もたまにそうなんだ、頑張ってますね本当に。そうか、じゃあ乃木坂さんの情報もずっとこう常に自分で見て、うん、番組とか音楽とか勉強して、うん、中国語の勉強もして、はい、そうなんですよ。なんか工事中のネタがよくある、うん、わかる結構ね、うん、やっぱ忙しいじゃない、普通にお仕事もされてるしさ、オフィスで お仕事もしてるし、通訳業もあるしって中でやっぱね、みんな見てるんですね結構、すごいな。全然なる、うん、もう本当にできない部分いっぱいあるから、うん、いやいや、ちょっとシュアさん目当てもあるし、乃木坂さん見たいし、ちょっとじゃあぜひあのご覧になってる皆さん、シュアさんの活躍ぜひ応援してください。はい、シュアさんありがとうございます。ありがとうございました。貴重なお話ありがとうございます。この後、またもう一つ動画撮るのでそちらもご覧ください。はい、シュアさんからお知らせはありますか。はい、私は YouTube チャンネルと Facebook、Twitter、Instagram、いろいろあの SMS やっておりますのでぜひフォローしてください。はい、シュアンで検索したら出てきますのでお願いします。お願いします。ではナムー。何これ。